元柳町は、江戸時代から昭和の住居表示施行まで、現在の宮城県仙台市青葉区で用いられた町名、及び道路名。市の歴史的町名等活用推進事業により、元柳町の一部が、元柳町通として道路名に認定されている。なお、千葉入り仙台市全国大正15年度最新版の仙台市町名一覧表では、 元柳町と記載されている。詳細は柳町を参照だて氏は、進化の武士のみならず、支配下の商人も自らの本拠地が変われば、共に従わせた。だて支配下の商人たちは、町単位で移転し、それらは五府大町と呼ばれた。そのうちの一町が柳町である。だて正宗に従って、仙台城下町に移転してきた柳町は当初、 他の五府大町の西側に隣接する形で、現在の西公園通り沿いの西公園の東側あたりにあった。しかし、若林城が築城された1627年頃、柳町は欧州街道沿いの現在地に移転してしまう。その後、柳町が移転した土地は、元柳町と呼ばれるようになった。仙台城下町では、平和侍町、町は、 町人町と呼ぶ法則があるが、元柳町は町という名称ながら武家屋敷や職人町となった。同様に町人町から侍町に変更になり、元と称する仙台城下町の町名には元丹野町があるが、こちらは丹野という町人の職業名を用いながらも、侍町を意味する手を用い、元か次町と侍町の読み方をしている。 仙台城下町における元柳町は、現在の西公園通の一部、西公園内の一部、及び、市道本路長線の一部に及ぶ、カタカナのとの字の第二角が水平になったような、定時道路を指したようである。元柳町の南端は、大町との交差点であり、そこから坂町、縦町と交差しながら北上し、次の定時路で東に伸びる道も、 元柳町との名称で分岐する。南北道の元柳町の方は、分岐のやや北で東側にずれるクランクを形成して、さらに、広瀬川の六米淵の崖上まで直進した。1927年頃の仙台市及び近郊地図、元柳町の変速後サロが存在した短い期間を止めている。1926年11月25日に、 開業した仙台市電が建設を進めて循環線を形成する際、元柳町の南北道区間の原大町交差点から原市道区画街路南二号線との定時路、交差点まではそのまま拡幅の上で起動していたが、そこからは北東方向に振動を作って起動式、原市民会館前交差点で、時和町の南端と接続した。弦、 指導区画街路南二号線との分岐より北側にあった元柳町はそのまま残され、また、この分岐近くに西側から指導が接続していたため変則5サロのようになったが、1928年に常番儀学園高等女学校が指導を含んだ、現、西公園の一部に設置されたためにすぐに変則4サロとなった。その後、現、 指導区画街路南2号線との分岐より北側にあった元柳町は西公園内に組み込まれて消滅したため現在は定時路となっている。江戸時代の古地図では元柳町との町名の記載がないが大正時代の地図には元柳町との町名を用いた範囲が明示されている。それによると元柳町の南北道区間の北端及び南端を除く沿道。 さらに、東西道区間の東端を除く沿道が、元柳町との町名を用いていたことがわかる。1970年2月1日に住居表示が施行され、通りの名称を町名に用いる方式から、外区方式に変更になり、西公園通より、西側は、桜川岡公園、西公園通より、東側の広瀬通より、南側は、大町2丁目、同北側は、 建町の各々の一部となった。元柳町通は2000年から始まる仙台市の歴史的町名等活用推進事業によって認定された道路名。元柳町はかつてカタカナのとの字の第二角が水平である形をしていたが、南北道の区間が西公園の一部となって消滅したり、西公園通の一部となったりしていたため、歴史的町名を認定しなかった。 その一方で、東西道の区間は、元柳町2と名付けられた。すなわち、元柳町2とは、主導本路朝鮮のうち、西公園通りとの定時路交差点を西端とし、本在目町通りとの十字路を東端とする。なお、これより、東側は、同事業により、本路、定通と認定されている。ありがとうございます。